水面から謎の信号が出てるのを確認したわ。何も見えないぜ。スキャンを続けて、はっきり聞こえるの。なんてこったい。信じられない。え、確認できた？クーパーバンだ。最後に俺が見た時はカナダで流氷に乗って流されてた。それがここにある。海流がここまで運んだのね。取りに行ってくる。心配すんな、ママが行くよ。マーレ、泳ぐのは無理よ。水は冷たいし、それに泳げないでしょ。でも、俺のベイビーが。しっかりして。私のリモコンヘリで、あなたの番を引っ張るから。おっしゃー、ペネロペー。君とそのリモコン技術に感謝するぜ。その、釣り竿みたいなものを使って、バンを俺の方に引いてくれ。旋回してミサイルをかわせ。テレビで見た。俺の愛しのパン、寂しかったぜ。心配するな、冷たい氷から出してやる。慎重にね、見張りに気づかれたみたい。手伝わなくてもいいから邪魔しないでくれ。バンを助けるんだ。わかったわ。ヘリの燃料も少し残ってる。頑張って引っ張って。通路は確保するわ。
が切れたわ。もう私には何もできない。あと少しなのに。よく頑張ったわ。でももうできることはないの。彼女の言う通りだ、マーレ。そこから離れて安全なところへ行くんだ。ダメだ。もう二度とバンを捨てたりはしないぞ。父親の心を揺さぶる言葉だ。マナ娘ジングがさらわれた時に我が輩にも同じ情熱があったなら。恐れるな、勇敢なカバよ。お主の前のトゲを我が輩が破壊しよう。キング、花火の狙いを慎重にね。間違ってマーレを撃たないでよ。傷つけることは我が輩が許さぬ。ほい、虫けらども、破滅に向かえ。キングの威力を見るがよい。よくやったカバよ。お主は我が輩の魂に火を灯した。我が輩は久しぶりに目覚めた気がするのだ。いや、ありがとう心の友よ。帰りは送ってやるぜ。助手席に1ヶ月乗り放題だ。名誉に思う。承知したぞ。